一段と大きくたくましくなりました稲妻選手、ベビーボーイスミス。タイガーを仕留めて井上のベルトに挑戦が決定しております。ダイナマイトキット。先輩格の淵、手負いのタイガーを守れるかどうか。体調は 30% から 40%、 しかし彼は今シリーズにかけております。タイガーマスク、タイガーマスクとキットだ。赤いロングタイツ、ダイナマイトキット、そしておなじみのこのトロノンマスク、そしてコスチューム、タイガーマスク、この両雄が相対します。おっと後ろに回って腕をホイップ、華麗に投げたスピンキックを一発見舞って、サルトン・マルタル、トンボを切った。ちょっと足がおぼつかなかったが、ショルダースルーでキットを投げた。しかしこの後は自爆、背骨を折られた。ダイナマイトキットも華麗な動き、俊敏な動きを見せます。さあロープワークを使っての2人の攻防、ちょっとご覧いただきましょう。タイガーマスクが今度は取った。おっとこのまま落とすか、うっとツームストップパイルドライバー、カウント2。山田さん、この頃このタイガーマスクのファイト、華麗なだけではなくて凄みも増してきましたね。そうですね、あのどちらかというと非常に重めのある、はい、重い攻撃と言いましょうか、はい、迫力になりましたね。そうですね。さあおっと場外に転落したタイガーマスクに、おースミスが、この怪力殺法、タイガーマスクを観客のこの観衆の中に投げ飛ばしてしまいました。タイガーマスク、リング内ではあります、スミスが待っています。まあこのタイガーマスク、このキッド・スミスがこの来るんだから、俺もこの際、まあ、肉体を改造して今までとファイトスタイルを変えたい、このように言ってましたがね。やはりあの、キッドとスミスの2人をね、はい、相手にするときは軽い攻撃ではとてもね、対抗しきれないですからね。そうですね。それなりにやっぱりあの重みのある攻撃をかけなければダメですね、はい、当然動きだけでなくて、はい、技の面でも別のものを考えなければダメだと、そうですね、いうことですね。まあこのパワー殺法への転換、キッド・スミスが相手ならこの相手には不足はないわけですよね。もちろんだからこれはあのタイガーマスクにとってですよ、あのキッド・スミスだけが相手ということではなくて、はい、単なるスピードのある動きに加え殺法が完成されれば、はい、これはもう何よりですからね。口も華麗に見せます、円髄切り。淵選手も体重が増えまして、もはやジュニアヘビーからヘビー級の器になっております。いや淵選手もね、はい、これまで の戦績を見ますと、やはりこのキッド・スミス組に対しては大変に手強い相手になってるわけです ね。ですから今日のねスミス・キッド組はですね、なかなか今のところ好調な動きを見せてますけれども、淵、はい、タイガーマスク組も十分に戦うですね戦力があると思いますよ。そうですね。さあしかしこのキッド出てまいりますけれども、このキッドのスミスのパワー、このパワーどっから生まれてくるんでしょうね。いやそれはね、1にも2にもトレーニングですね、はい、もちろん素質才能というのはありますけれどもね。さあ今度はキッドが場外では暴れると淵を本部先に叩きつけた。ラッパイともキッド・スミス大変なものを持っています。今度はタイガーがキッドを仰いで中、タイガーもラッパイとやります、タイガーもやります。まあこのタイガーマスクはキッドのスミスと比べてこの自分は肉がないっていうのも言ったんですけどもね。そうですね、やはりね、しかしね、タイガーマスクもですね、はい、今のように相手の出方次第では目には目をという反撃をやった方がいいですね、はい。さあ今度は飛んだぞ、4次元殺法、カウント2までいった。このギリギリの極限の4次元殺法を使いますタイガーマスク、ラリアットを決めた。ジャンピングのラリアット、ネックブリーカー気味に入りました。カウント2まで来ました。そしてやはり山田さん、スープレックスですね、タイガーの場合は。はい、今体勢に入ろうというところですが、ちょっとね、今考えすぎましたね。一気に持っていった方が良かったですね、はい。まあこれはあの私はやってる本人ではないので、はい、ここから見てるだけですから、このやろうということはですね、相手の力で阻まれたのかもしれないですね。そうですね。まあこの空中殺法も小林戦などを見ておりますと、手の内をこう知り尽くしてますので、かわされるケースもよくあります。もちろんね、これはあの空中殺法っていうのはかわされていいんですよ、はい、かわされて、
その次の次元の殺法を考えておくべきですね。2段3段構え、一発目でね決まると思ったら間違いですね。とにかく相手は逃げようとしてるわけですから、はい、外れて当然でしょうね。そういったこともしょっちゅうあっていいわけですよ。まあ、しかしこのまま続けていくとまた第3、第4の怪我ということも考えられますが。もちろんそうですね。それで怪我を恐れていたんでは、はい、空中殺法はできませんね。そうしますとこの空中殺法を生かしつつさらにパワーアップ、これがまあタイガーの取る道ですね。そうですね、はい、さあジンバーソラブ、この辺はテクニシャンだ。あ、非常にね、はい、十字固めに持っていった空中からのですね、そうですね、惜しいですね。一瞬の隙をついたが、さあそして今度は18番バックトラップ、重量感一つ一つの技に切れ重みが出てきました。フチンバソラブ、キットを抑え込む、カウント2、キット返しました。そして今度はサイドスープレックス、スープレックスのオンパレード。非常にフチ選手の攻撃いいですね。今キッドはねちょっと弱ってますよ。ちょっとランリーバトルになってしまいました。ミサイルキック、連携もいいようだ。このカルガリーブラザーズに連携で負けちゃいけませんもんね。さあそしてタイガーのブレンバスター、8種類のブレンバスター、スープレックスブレンバスターを使います。タイガーマスク、もちろんタイガースープレックス85も完成しております。今度はコブラツイスト。あ、やはり山田さん、あのファイトスタイル変わってきましたね。そうですね、まあこのキッドスミスのようなですねチームっていうのはもう次に乗らせるとね底なしの力を見せるんですよ、はい、ですから今のようにいろんな技でストップしていく、はい、そうするとね精神的にね追い込んでいくことができますからね。そうですね、非常にこのぶつかりがいのあるライバル、キッド&スミス。さあカウント2、要所要所で空中殺法を使いますね。そうですね、やっぱり空中殺法と空中殺法の間を他の技でつないでいくというやり方ですね、はい、そうですね。さあフチンバソラブのパワフルブランディング、ご覧いただきましょう。豪快に決めた、調子が出てまいりましたフチンバソラブ。ロープに逃げますキッド、調子のいい時にこの円錐切り、そしてパワフルブランディングを見せるんですフチンバソラブ。そういえばフチも新シリーズの開幕戦で頭にこの何針も縫う怪我をしたんですよね。そうですね。さあちょっとスミスが飛んだ、あ、ありがとう、これがキッドに当たってしまいました。フチよく見ていました、ハンドからもいい。フチどうですか。非常に動きがいいですね、しかも今の同士打ちをさせた動きなんてのは文句なしですね。そうですね。さあしかしキッドもやはり力があるなという感じがします。ロープ最上段です、ロープ最上段です。ダイナミックなファイト、レッパスターで投げた、ハンド入る、これは危ない、最上段からのブレンバスター。ちょっとあれ、あの技ができるのは今この2人ぐらいですかね。いや、やっぱりね今のはねちょっと淵選手が図に乗りすぎましたね。